今日はシディ用事でいねえのか。そういやヒサも朝から見てねえけど。ごめんください。ヨウメってヒサ、なんでそんな小さく。お兄ちゃん。お兄ちゃんすみません、ヒサメさんに美容液の治験をお願いしてたんですけど、店長に頼まれたのがこの美容液です。なんでもお肌が若返るとか。ちょっと怪しいけど、お肌が綺麗になるなら嬉しいかも。こんな治験が成功したら飛ぶように売れるでしょうね。わー気持ちいい。肌が保湿されてしっとりもちもちって感じ。お、ということはヒサメさん。あれ、なんだか体が…ってことがありまして、肌だけでなく全部10歳くらい若返ったみたいです。適当だなおい。まあ子供の相手はシディさんが。今日はシディいねえんだよ。そういえば今日はこの後買い出しがあるので、ヒサメさんのことはよろしくお願いしますね。では。おい逃げんな。俺にどうしろっつんだよ。シディ早く帰ってきてくれ。ねえねえお兄ちゃん、その呼び方やめろ。じゃあお名前なんて言うの。影千代。影千代、変なの。別に変じゃねえだろ。じゃあ影だ。小さくなっても呼び方は変わらねえのかよ。影、何して遊ぶ。遊ばねえよ。ねえねえ影、一緒に遊ぼうよ。だから遊ばねえって、めんどくせえ。そうだ、おままごとしよう。ヒサメがお嫁さんで。もしかして俺が旦那役。影はワンちゃん。いや犬かよ。ヒサメが飼い主で、影をいい子にしつけるの。子供にしつけられてたまるか。っていうか遊ばねえって、いい加減諦めろ。影のわがまま。どっちがわがままだよ。じゃあ影は何が好き。全然話が繋がってねえな。ヒサメはね、美味しいものをいっぱい食べること。やっぱそこは変わらねえんだな。お腹いっぱいになったらね、悲しいことも全部忘れちゃうの。影は食べるの好き。まあ嫌いじゃねえよ。ヒサメはね、一番お肉が好きなの。焼肉も好きだし、ハンバーグも大好き。おやつも大好きだし、あとねヒサはいつも食うことばっかり考えてんな。そんなことないよ、外で遊ぶのも大好き。影、後でお外行こうよ、鬼ごっこしよう。鬼ごっこって…影足遅い、すぐ捕まえちゃった。待って、ちょっと休憩させて。つまんない。次はかくれんぼね、影が鬼。死ぬ。体が持たねえ。なあ、外より家の中で遊ぼうぜ。さっきのままごと犬役やってやるから。しょうがないな。ヒサメお腹すいた。もうこんな時間かよ、昼飯にするか。何作ってくれるの。早く。わかったから、暴れるな、じっとしとけ。影早く。おい、そりゃよかったな。僕のボロネーゼ美味しい。ボロネーゼなって、口の周りベチャベチャじゃねえか。ほらこっち向け。まだボロネーゼ食べるの。だからボロネーゼな。ああ服汚れるじゃねえか。ごちそうさまでした。はいはい。甘いもの食べたい。今飯食ったばっかだろ。食べたい。ダメだ、おやつの時間まで我慢しろ。影のケチ、バカ。バカって言った方がバカなんだからな。ヒサメはバカじゃないもん。ラチが開かねえな、こうなったら。ああ、おやつにぴったりなプリンが冷蔵庫にあったのにな。プリン。でもヒサが我慢できないって言うんなら今食べてもいいけど、おやつは抜きだな。我慢する。うまくいったぜ。じゃあ俺出かけるけど、おとなしくしとけよ。ヒサメも行く、連れて行って。は？遊びに行くんじゃねえんだぞ。今日の依頼は危険だ、小さいヒサを連れて行くわけには。ヒサメも影とお外行くの。ダメだって言ってんだろ。あ、やべえ、やっちまった。ごめんなさい。泣くなよ。だって、くそ、もう出ないと間に合わねえ。とにかく絶対外に出るなよ。プリン食って留守番してろ。くそ、何やってんだ俺は。お、てめえ、面倒なことをしつけやがって。ヒサメさんだって影千代といた方が気が楽でしょ。では私はこれで。ああ、忙しい。はあ、さっさと終わらせて帰るか。なんだなんだ、全然やりがいがねえな。よりによってパワータイプかよ。思ってたより強いじゃねえか。ウイルスに耐性でもあるのか。全然効かねえ。近づこうとすると、軽いやつはよく飛んで面白えな。くそ、相性が悪すぎる。 CD がいれば一発なのによ。
ままじゃ。なんだ、考え事できるほど余裕があるのか。まだ倒れんじゃねえぞ、もっと遊ぼうぜ。どいつもこいつも遊んでる暇なんてねえよ。やべ、フードが。うわっ、ぎって、なんだ急に。この雷、もしかして。影を離して。さあ、外に出るなって言っただろ。影に言いたいことしないで。影に言いたいことしたらヒサメが許さないんだから。なんだこのガキ。こっち来ないで。おい、ヒサ、落ち着け。うわっ、うわ、倒したのか。影、それどうやって止めるの。おいおいおい、マジかよ。どうしよう影。うわ、くそ。ヒサ、俺の手を掴め。でも影が。俺は平気だ、ほら早く。影、ヒサ、俺は大丈夫だから俺を信じろ。うん。やっと止まったか。影、傷が。ああ、こんなもん痛くもなんともねえよ。ほら、さっさと帰るぞ。うん。影、ごめんね。何が。ヒサメのプリンあげる。だから甘いの嫌いなんだって。うん、影ってわがまま。しょうがないからヒサメが代わりに食べてあげる。はいはい、悪かったな。次の日。ヒサメさん、本当にすみませんでした。まあまあ、無事戻ったんだし。ちなみに、今回は小さくなった時の記憶ってあるんですか？全然、何したのか全く覚えてないんだよね。そうなんですか？ヒサメも影とお外行くの？覚えてない。私は何も覚えてない。ヒサメさん。ストーリー編第4章開始記念にカレコレの人気投票をやるぜ。概要欄とコメント欄にある URL をチェックして、あなたのお気に入りのキャラクターに投票してね。みんなの投票待ってるぞ。テイペンの新しいゲームアプリがリリースされるぜ。今回はこちら、テイペンウォーズ。ペンギンさんたちが仲間を増やしてブラック企業にはびこるモンスターを倒すゲームだよ。おお、ペンギンたちがドット絵に。なんだか小さくて可愛いな。最終的にはブラック企業をぶっ壊すことがゲームの目的なんだと。アニメでもゲームでもやってることは変わんねえのがすげえな。みんなぜひダウンロードしてみてね。今月のカレコレ、 DMM スクラッチが登場だ。販売期間とラインナップはこちら。ダブルチャンスショーもめちゃくちゃ豪華だぜ。詳しくは概要欄をチェックしてくれよな。